ライ級の新人王の決勝戦、川島博士対キューバ戸口の一戦、一昨年のインターハイの決勝戦の再現であります。こちらが川島博士、インターハイチャンピオン、そしてキューバ戸口は一昨年の国体のチャンピオン。いやアマチュアのまさにチャンピオン同士のすごい一戦ですね。これはそうですね、はい、これがもう今大会のハイライトですよね。そうですね。さあ試合ですが、どういう試合展開を予想されますか。そうですね、やっぱり川島のアウトボクシングがどう評するか、キューバの接近戦がね、はい、物を言うかというそのペース争いじゃないですかね。まあ、戸口も話していましたが、川島の左を外して、そして懐に蹴り込みたいということなんですよね。そうですね、その辺ができるかできないかが分かれ目でしょうね。はい、顔が見えておりますのがキューバ戸口、一方白のトランクスが川島博士であります。第1ラウンド立ち上がり、立ち上がりの両者の動きどうですか。スピードがあるしね、はい、いいコンディションで来てると思いますよ。まあ、それはもちろんね、やや高さがないということはないとは思いますけどね、はい、川島は18歳3戦3勝3 KO、 一方のキューバ戸口は19歳3戦3勝3 KO、全く戦績が同じであります。徳島県立海南高校出身の川島、一方は沖縄県興南高校出身のキューバ戸口。まあ、互いにスピードのあるパンチを出す、それをかわす、はい、そのプロの応酬を見てましたので、今までのクラスとはちょっと違うと思うね、レベルが違うというような感じの攻防ですよね。そうですね、パンチではやや川島、そして手数では戸口という感じがなきにしもあらずです。紺のトランクス、そして白のトランクスの川島、フェイントを入れながらパンチを出します。ストレートをボディへ持っていきました。まあ、お互いに相手の手の内は左のストレート、川島左のストレートには威力があります。川島です、ボディから顔面へワンツーを見せました川島。戸口がやや交代、ああ入ってくるところを今の左ですね。そうですね、その決定的なパンチはね、当たらなくても、まあ、空を切っても そこに何か、すごいこう迫力みたいなものを感じますよね。もし当たればという、それをまあお互いにこううまくかわしてますからね。右から左を押しました。戸口飛び込んでいきました。戸口としては中に懐に飛び込んでボクシングをしたい、足を踏んだではないかというふうにアピールしました戸口。第1ラウンドも残り時間はほとんどありません。フライ級の新人王の決勝戦、これはもう、互角でしょうね、はい、立ち上がりはまず互角、両者の動きなんですけども、やはりちょっと戸口の方が体を小刻みに動かしながら手数を出してきますね。そうですね、一方の川島は相手の動きを見てカウンター狙いというか、まあ、どちらかというとそういった相手を見て受け身に立つというか、ね、受けて立つような感じがしますけどもね。まあ、戸口がまあ前に出てくる、はい、選手なんだから、はい、それは一つの川島側の当然の作戦かもしれませんね、はい。まあ、お互いに手の内は十分に知り尽くしているでしょうから、まあ、なかなか突破口を見つけ出すのも難しいかもしれませんね。そうですね、まあアマチュアでやった時はお互いになんか意識するあまりね、もうあんまり打ち合わないでそのまま平々淡々とした試合に終わってしまったらしいんですよね。そうですね、そうらしいですね。今日のこの打ち合いを見てますとね、はい、やっぱり思い切ったパンチを出してますからね、はい、これは面白いですよね。まあ、戸口はインターハイでは負けた気がしないので、この試合で決着をつけるつもりで、まあ、リングに上がると試合前に話しておりました。なるほどね、お互いに相手の出方を伺うような感じ。リングの中央、画面の今背中になりましたのが戸口、そして顔が見えておりますのが川島であります。一昨年のインターハイの決勝戦の再現、ボディを打ちました戸口、左のストレートを狙います川島、細かいパンチを出しますが川島がそのパンチを避けています。まあ、左のストレートから右のボディ、お互いにこうフェイントを入れながらね、
そして体をスウェーさせて相手のパンチを受けます。ああ、来た、左のパンチ、スリップですね、はい、スリップです。ダウンじゃないよと右手を軽く上げました。小口であります。さあ、しかしこれは激しい打ち合いになった。第2ラウンド、右のストレートから入ります。ボディから右のキックです。川島、あ、右のストレート、小口の右、ボディから左、小口の狙い通りの展開になっているんじゃないですかね。この第2ラウンドは右から入りますね、戸口が。そうですね、はい、接近戦は戸口に有利ではないでしょうか。そうなんですよ、はい、だから戸口がもうこういうパターンを描いてたんじゃないですかね。あ、なるほど、いい戦法ですね。そうしますとこの第2ラウンドは戸口ペース。あっと右ロック、右に当たった。鹿島アッパーから左のフック、そして右のアッパーをまたフォローする。連打が出ます。相手のパンチを避けた後すぐに反撃します。両者第2ラウンドも残り1分を切っています。フライ級の新人王決勝戦、右に発、そして右のフック、左が当たった。ああ、貫通スリーフォースタイプが出ました。そして左を出します。川島、左を伸ばした川島です。軽く戸口の顔面にヒットしています。川島も途中ちょっと危なかったんですけども、よく盛り返してきている。やっぱり今大会ナンバーワンの 評判の選手ですからね、はい、それなりの意地を見せてますね、はい、あ、右のアッパーをつけました。左、やはりサウスポーの左のストレートというのはオーソドックススタイルにとっては非常に嫌なものなんですよ ね、はい、第2ラウンドゴングが鳴りました。このラウンドはいかがですか。これは戸口ペースですね。戸口ペース、ポイントを上げましたね、はい。これから第4ラウンドに入ります。第1ラウンド、第2ラウンドは第1ラウンドはほぼ互角、そして第2ラウンドがわずかに戸口、第3ラウンドは、第3ラウンドはほぼ互角ですね。イーブンですか、はい、はい、そして迎えた第4ラウンドであります。少しですね、戸口がややこう踏み込みが足りないような感じを受けるんですけどね、いかがですか、その辺は。やっぱりね、不用意に今入っていくとやっぱり川島 のアッパーがありますからね、はい、その辺の兼ね合いでやっぱり一つ踏み込めないというあれでしょうね。なるほどね、川島のやっぱり威圧感でしょうね、はい、相手のパンチが出てくるのを待つような感じで左ストレート、そして先ほどは左のアッパーを見舞いました。あ、右カルピット、左のストレートから右をフォローしました。そして左のアッパーであります。やっぱり川島の凄さは戸口もよく知ってますからね。そうですね、不用意にはもちろん入っていきませんね。ロープに追い詰めるが体を入れ替えた。左のストレート攻撃、川島右ラッパーです。戸口右から左ですが、これは共に空振り、左から右ですが空振り。何か両者ともあまり足を使いませんでしたね。そうですね、足を止めて、あーっと、そうなんです。しかし打ち返す、戸口も打ち返す。川島はね、はい、右当たった、戸口も右、残り1分半。川島はアウトボクシングでもインフライトでも両方 OK なんですけども、はい、ただ、はい、戸口みたいな選手を相手にした場合はね、やっぱりアウトボクシングで、かわしワンツーでヒットした方が、戦いやすいと思うんですよね。あ、左、戸口の左であります。そして川島のボディーブロー、打ち合ってしまうというのはちょっと意外ですね。第1ラウンドから足を川島の方が止めてますよね。そうですよね。また接近戦です。接近戦は戸口の距離、戸口残り1分を切りました。第4ラウンド、左のストレート、これでもう一つはアンブロックされました。ボディを狙います川島、画面の右側、川島、あーっと、ストレート、ここでコーナーに打ち込む、コントロールコーナーに打ち込む、
残りがあと32秒第4ラウンド最後に最後連打ここでレフリーが割って入りまして今見つけました両者を分けますしかしトビジここはチャンスですねチャンスですね、はい、ボディ完全にあのトビジのペースですよ、はい、トビジペースをつかみました第4ラウンドあストレート右ラッパー左ラッパー突き上げるが川島の連打でここでゴングであります第4ラウンド第4ラウンドは、やっぱりいやいや戸口が良かったんじゃないですかね戸口が良かった、はい、いよいよ最終ラウンドを迎えます第5ラウンドまでの採点芦澤さんいかがですか戸口の接近戦が走行して、はい2ポイントか3ポイントリードしてるんじゃないですかね戸口が2ポイントから3ポイントあ最後は両者グローブを合わせた時に頭までぶつけてしまいました最終ラウンドそうしますと川島としては、まあ、ダウンシーンを見せない限りちょっと苦しいですかねそうですね、アッパーからのストレートちょっと効いてますね川島効いてますね、パンチを打ち返すが青コーナーに追いつけましたピンの口接近戦川島ピンチです第6ラウンド最終ラウンドボディーライカッパー残り2分を切りました最終ラウンドですピューマ戸口勝ちました川島を破りましたピューマ戸口フライ級の新人王決勝戦素晴らしい試合でしたピューマ戸口の KO 勝ちでありますいや見事に仕留めましたすごい試合でしたねそうですね、まあ、本当に、面白いね、試合で、まあ川島はおそらく、まあ、本来の力を出し切れなかったと思いますけども、まあ、それにしても、パンチの一つ一つがね、はい、ものすごい、迫力のある攻防で面白かったですね、第6ラウンドフィニッシュに持っていくまでの、まあ、戸口のパンチ、まあ、このボディがねこれがいい右ストレートのボディでしたいやしかしすごい試合でした負けたといえ川島も素晴らしいですね朝倉会長ですねこれはね、両方とも今後、まあ、伸びていって、はい、もう一度どっかで、当たることがあると思いますけどもね、そうですね、その時は楽しみですね、はい、フライ級のチャンピオンは